いただきまーす。いただきます。いきます。お腹すいた。腹減った。でもさ、とりあえず乾杯しようぜ。乾杯して。ごめんね、初めの今日。あれはもう車やめんね。いえいえ。あー、いいよ。酒飲みたいけど我慢。我慢だー。よし、じゃあえい、えい、お願いします。谷崎さん、お願いします。お願いするといいですか、じゃあ。いいです。じゃあ、このわざわざ東京からどうもありがとうございます、ラスカル君。ありがとうございます。ラッスンの初めての福岡旅に乾杯。乾杯。乾杯。お疲れ。お疲れ。めっちゃ喉鳴らすやん。幸せ。あー、うまい。あ、でもさ、正直あの昨日もしこたま飲んでるんだけど。そうね、そうね。もう2日目だから、福岡。本当ね。今日の夜もね。だってあの今日の撮影の準備が、まあ、11時半からしようって言ってて、うん、昨日4時まで飲んでるから、2人で。4時4時に1個飲んでたもん。ずっと飲んでた。いや、よし、食べよう。食べよう。中で行こうかね。あ、ありがとう。はい、ありがとう。はい、じゃあ、どれから行こう。うちは、タニヤンのが食べたい。ありがたい限り。タニヤンのが食べたい。うん、まずはね。あったかいうちに自分からいただいてもらったら嬉しいな。はい。ちょっと召し上がっちゃってくださいな。じゃあ、いただきます。どうぞどうぞ。いきまーす。わーい。めっちゃ美味しそう。うまくできたかちょっと心配っちゃうんで。あと火どこかな。戻す。何気に俺初めてよね、動画でこう、うん、2回目ぐらいか、ロシアンさんとかと含めたら。あ、手料理を振る舞うみたいな。そうそうそう、そう、うん、めっちゃ緊張するわ。パッティ、よ、いただきます。いただきます。そんな目なんで緊張するよね、やっぱ。うん、めっちゃ柔らかい。どうしよう。柔らかい、うん、よっしゃ。プリプリやったね。片栗粉まぶしておくね、画面。うん、おいしい。なんだかあれか、谷崎手料理食べるとき、なんか食レポも求められるんだ。いや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 、いらんちゃ、全然食レポは無理。でも、めっちゃおいしい。やったー、嬉しい、純粋に嬉しい。食レポ持ったら、開いちゃった。開いちゃった。ペースが早い。うん、うん、優しいね。うん、うん、家庭の味を食べたかった。でも、この前もカジミヤと話したんだけど、もう週7家にいないから手料理ってもう何ヶ月も食べてなくて。どうなん。うん、まあお店はほらあれだけど、いつも個人店さんが手料理は手料理なんだけど、お店以外のこの手料理って、うん、何ヶ月ぶりって感じ。ほんと？うん、楽しく嬉しい、うん、人とまず会うことがないじゃん、うん、これね、食卓を囲むっていいね、うん、いいね。いや、人と食べるご飯はね、最高にいいよ。美味しい。ほんと。ただ独身一人身の男の広さじゃない家だよね。そんなことない。そんなことない。そんなことね。何食べようかね。もう自由でいいんじゃない、各自。うん、うん、ね、いや、でもあれだな、せっかくなら他人の手料理のそれを。あ、なんかごめん、なんか聞かせてもらって。ありがとう。それは何、これ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 鮮魚の、うん、あのネギ塩ポン、ネギ塩叩きか。ネギ塩叩き。これが前ロシアンさんに振る舞ったやつなんよ。あー、丼として。はい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 。本当はこれ、あの卵を混ぜてこう海苔だと食べてほしいんだけど、うん、ぜひぜひ。じゃあ卵を、じゃやっちゃって。いいんですか。 TT やってください。 TT TT 例の。わーい、食べていい。ええよ。いただきます。間違いない。間違いない。やった、かちゃん。やばい。いただきまーす。あ、落ちた。
間違いないね。優勝だわ。いや、そうですね。今日1だわ。うん。これうまいですよね。いや、めっちゃ美味しい。うん。うん、めっちゃ美味しいんですけど。あ、これ酒だね。これを酒と思って飲もう。いや、これ美味しいわ。視聴者さんの層で言うと、うん、僕の場合は20歳から25歳くらいまでの男性が多いから一番、うん、男性で男性が7割、女性3割って感じ。へえ。一人暮らしで料理を始めようかなって思ってる男性の方とかが多いかな。もともとは女性が多かったんやけどね、めっちゃ嬉しいもん、あの同じ性別の方が見てくれるんで。これ50-50かな、ほぼ。うーん。で、30代から後半ぐらいが一番多くて、で俺、そう、ズバ抜けて、うん、多分大声での中でも多いんだけど、うん、海外の方が3割。へぇ、そう。なんかラストのあんまりこう言葉って感じじゃないけど、見やすいんか、海外の方も。その海外で言うとさ、ASMR とか、うん、マックバーンみたいなジャンルが流行ってる中で、多分そこの一部に見てくれてる方がいらっしゃるんだよね。なるほどね、うん、だからあの俺の動画のコメント欄見るとわかるけど、うん、まあ読めない。いや、すごいありがたいんだよ。俺も、もう、ありがたいから、わざわざ検索はかけるんだけど、うん、言語がどこかわからないから、引っかからなくて。昨日見せてもらったけど、コメント欄にブラゼールだった。そう、ブラゼール。ブラゼールって書いてあるし。でもやっぱ3本の方かな。だから本当になんか、俺もなんか今後、うん、国外的なこともやろうかなと思ってて。うん、で俺、来月韓国行くんだよ。あ、そうなの。韓国じゃ、台湾だ。台湾行って、うん、韓国またちょっと別途で企画をしてて、うんうんうん、なんかそういった感じでいろんな各国の食べ歩きとかもできたらいいなと思ってるから、うん、俺は多分今日みたいに、うん、東京にいない頻度がもっと増える。どん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 。ごめんね。だから日本に帰ってきた時は手料理食べさせてもらった。いつでもおいで、うん、全然作っちゃ、また今度塩クジラええちゃうね。いや、食べる前から塩クジラ、もうおっさんが好きなやつよ。でも、カジミナはさ、うん、つい最近っていうか、まあ中でも、大食いの中でも最近始めたじゃん。うんうん、これからどんな感じでこう出していく予定なの、動画とか。うん、うん、すげえ聞いた。動画出資とか、うん、こういう動画撮りたいなとか。なんか、うん、どうやったらいいんかな。大食いだけじゃなくて、うん、なんかいろいろ、いろんなことしたい。どう言ったらいいんかな。食べる以外にもどうぞ。うん、食べる以外にもしていきたいかな、後々はね。うん、でもとりあえずはまあ、食べるメイン で、うん、でなんか食べ比べとか大食いじゃなくてもなんか商品食べ比べとかしたい。うん、そういう系もしたい。レビュー系みたいな。でも食レポがめっちゃ下手。そんなことないよ。まあひどい。でもそのカジミのその感じ見るのすげえ好きなんだよね。自然な感じで、うん、ナチュラルに美味しいんだろうなとか。うん、俺もなんかそのもともと喋んないのって、うん、そこってなんか余分だなと思ったの。うん、実際にね、うん、表情とか動きの方がなんかしっかりわかるかなと思って喋、うん、りをずっとしなくて。いや、なんかそういう動画とかも俺すごい好きで、うん、他の人もね。いや、それこそここにいない、もともと俺は YouTube で言えば、うん、ドラのファンだったの、ずっと。あ、そうなんや。へぇ。俺、あいつの一口目の美味しい時の下に顔つのっていうのがめっちゃ好きで。あー。で、なんかあいつ自身はもう一言もやっぱずっと喋んないし、う
だからそれで純粋に伝わるところがあって、もうずっと好きで見てて、うん、でまあそれから、まああいつもほら先駆けというか大食い勢の中で YouTube を始めるのが先駆けだったから、うん、まああいつしかいないところで見てたんですけど、で今いろんな人が増えて、いろんな人の今後伝えて伝え方みたいなのがあるじゃん、うん、それもいろいろな楽しいなと思って見てるけど、やっぱりこう個人的にはあんまり食レポ食レポしてない方が好きで、なんだかんだ思うけどさ、いろんな食レポ、かんだ食レポの仕方ってあるやん、やっぱね、うまいこと言う言葉とか言葉とかあると思うけど、極論で言うとうまいかうまくないかそこらないやなと思ってて、うん、うまいって感じるのがどういった部分かってもう個人差があるやん、うん、同じもの食べてもここが美味しいとか、うん、歯ごたえが美味しい、塩分味がちょうどいいとか、うん、もう全部まとめてうまいでいいと思っておけば、もうあーうまいっていいと思っちゃう。そうしかよ、基本的に俺の食レポも、うちの食レポは美味しいしか言わん、うん、美味しい美味しい、うんだうんだ。自分で買うのとか、うん、そういうもん、まあ、普段デカ盛り取ってるからでもあるんだけどさ、うん、テンとかカジミナはどんなのが好き、料理のご飯って。ご飯で言うと、うん、純粋にこうお米と合わせるならって考えるなら、うん、なんだろうね、チキン南蛮とか、うん、こう結構しっかりと使った唐揚げとか、うん、が好きやけど、基本的にお酒と合わせる系、うん、ご飯としてはこういう塩クジラとか白子ポン酢とかお刺身かな、うん、味見だわ。うちは一番好きなのはハンバーグ、うん、ハンバーグかな、師匠だ、ハンバーグ師匠だ。ハンバーグが好きかな。ハンバーグうまいね、煮込みハンバーグを今度しようと思っちゃって、あ、うん、いい、めっちゃいい。5キロの煮込みハンバーグ。イエス。イエス。夢だよね。夢だね。うん。グラスソースで煮込み。どうしよう。ハンバーグ食べて。ハンバーガーならあるよ。うん。まあ、食べたい。食べる？食べよう。これは全部違うの？全部違う。へえ。これが、照り焼き。あ、もう照り焼きの木、AS、アボカド、アボカド9、うん、多分チーズのやつ、チーズのやつ、うん、どれがいい。これカジミナチョイズ、バーガーキング。へえ、あ、バーガーキング、うん、あったんや。そう、バーガーキングよね、うん、北九州の方になくて、うんうん、もう見つけた瞬間買おう、うん、これ買おう、ありがとう、買ってきてくれて。まずはじゃあカジミナがどれが食べたいか選ぼう。うん、 TQAS、 AS、 アボカドね、アボカドサルサ、あ、アボカド、あ、うまそう。谷崎決めて、 T か9か、 TT で、Q で、うわ、しかも大きい、大きいやつ、大きいよね、大きいね。バーガーキング、それだからも食べるの、これ、初やわ、うん、でかっ、こんなでかいバーガーキングって。そう、なんか大きいサイズとジュニアサイズがあって、へ、迷わず大きい方ね、本当に迷わずよね、こういうの、迷わず、うわ、うまそう。じゃあ見せようかな、うわ、これマジでやばい、ノーマルのワッパーみたいな感じなのかな、聞いてる、マジでまさにです。うちもした方がいいかな。した方がいいかな。お任せ。アボカド。めっちゃ適当。食べよう食べよう。いただきます。いただきます。うん。うん。大きい。うん、バーガー久しぶりに食べたらもう、ほんと？うん、うんうん、うん、谷崎無言。もうソースめちゃめちゃねえ。
マジでうめえ。美味しい。照り焼き最高。そう、二人に聞きたいことがあって。何なると？なんか綺麗に食べれるコツが知りたい。ん？うん。俺そんなによ。多分。本当？なんかもう二人ともすごい綺麗に食べるイメージ。かな。あ、多分これあれかも。さっきはもう汚したけど、あとから汚したけど、うん、ここ汚すの結構嫌なんよ、俺、うん、気持ち悪いというか、すぐ拭いちゃうから。多分単純に、それとも早い人って共通として口でかい。そう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 、うん、なんか俺も顔でかいけ、あんまりあの口の周りが汚れづらいっていう、うん、逆に口がちっちゃい方ってさ、口の周りがどうしてもね、ついちゃうからね、うん、でも常に汚れるいつも汚れると、難しいよね、口の大きい小さいって。もうどうしようもないじゃん生まれ持ったものやから、うん、いろんな人いるけど、うん、谷とか俺は入り口も大きいし、うん、奥も大きいじゃん、うん、ドラとか特殊で入り口めっちゃちっちゃいんだけど奥めっちゃ広いの。であいつ結構すげえこうリスじゃないけどモグモグしちゃうからじゃん、うん、だから本当に中を入るんだけどここが狭いからいつもこう汚れるのなるほどね、うん、あれだ、燃えやすめしやもんな、うん、口ちっちゃく中広いけどね、うん、ロシアさんはあれやもん、ブラックホールやもんね、ブラックホール半端にいるね、あの広さね、へー、すげえって言うと多分、よく言うよって多分言われるからやめとこう。サイトもよく言うよって多分言われちゃうからやめとこう、そういうの言うの。お前らには言いたくないよって言われちゃうから俺、悲しいのが、俺とかラッスンの顔の大きさに対しての口の大きさと、うん、あのちっちゃな顔のロシアンさんに対しての口の大きさ、うん、全然すごいからね、ほんとすごいと思う。普通はさ、このサイトも一口じゃないでしょ、うん、でタニとか多分これだったらそれ一口でしょ、多分普通に、うん、嘘、まあ、絶対やけどね、このやったら、すごいすごい、うん、そして食べるのが早い早い、うまいもんね、うん、ほい、はい、早いわ、いやいやいや、口が大きな人のさ、ちょっと悲しいところやけどさ、うん、一気にガバッと食べたくなるんや、やっぱ口パンパンにしたいやん、幸せやけどさ、入れる回数が少ないでさ、あーもう終わっちゃった、シュンってなる。昔動画でしたもんね、あの大口の嫌なところみたいな、あのすぐご飯がなくなる二口目がないやつか、終わっちゃったんだよね。その人が食べる一口が、一口だと俺らの一口が多分普通の人たちの二口三口じゃん、うん、だと思う、うん、なかなかおらんよね、多分焼きそばパンの一口で割ってる人おらん、おらん、タイムとかも多分動画とかで よくやってるけど、このサイズさ、3口から4口でしょ、うん、タニのいつもこの、こうやってってさ、あ、そうそうそう、ガバーっていっちゃうから、うん、すげえこう、インにしよう、そう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 、絶対無理あれ、すごい幸せなよ、あれ、うん、ポテサラうまいわ、これ一口やろうだと、うん、うん、絶対無理よ全然いけますよ、うん、もうめっちゃ汚れますよ、つまりうん、あ、リスがいる喋れないうん、
でもこれが普通なんかな。うん、だよ。地元の言うと。うん。うちら、感覚がバグってるから、ね。おいえ。間違いなく俺らは異常だと思う。もう他もバグってるから、ね。みんなでもそうか、試合は1回だけじゃないんだもんね、経験数は。あ、そうね。俺は本当に混合戦の前に2017年だけだけど。あ、そっかそっかそっか。なんか、思い出ある食材とか、ね、この体験するとききつかったなとかってある？美味しかったでもいいし。美味しかったで言うと、うん、美味しかったで言うと去年の最終国内戦団子僕は何も覚えてない記憶がないんだなんだろうな、お月さん全部美味しいっけね、うん、ただ記憶に残ってるっていうと、うん、エビの炭火焼きと串団子と、うん、あとはあチキンステーキかな、うん、最初の世代戦のこの3つが一番思い出とかでかな、エビ、エビちゃんに植えたやつ、そう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 、もう一緒にエビは抜かないと思ってつらたんと思って勝ち、みんな何一番思い出に残ったの食材って、思い出に残ったのは思い出、まあ一番つらかったのは、うんうん、ハトシロールかな、うん、高崎の武者のやつや、ハトシロールはね、カジミナカメラだっけ、はい、あれカジミナカメラ皆さん、もしよければハトシロールの試合見てくださいね、僕いますんでそう、チラッとチラッと、いや、チラッとじゃないね、結構ガッツリと映ったっけ、映ったあんまり皆さんご存知じゃないけど、基本カジミナが出場してるあの福岡とか九州県内の予選は大体僕いますんで、応援に行ってさ、8匹タタニアンがいます。でその後に、食材で余ったやつとか、うん、あの食べ物を食べる音を取るんですよ、うん、あれ基本僕やってますね。そうあれがしたくて、うん、僕行きます。いやー、ハトシロールはねきつかった。結構ね、ずっと表情がもうどこないや、練り物が苦手で、うん、それでも食べないけん、つらかった、つらかった練り物苦手やもんね、うん、練り物が、いや、本当に苦手苦手食材ある人が大変だよね、うん、二人は全くない。パクチーぐらいかな。あ、パクチーダメ。パクチーちょっと苦手。コオロギ油だ。コオロギ。食材、食材。食材としてのなかなかね、パンチが強い食材。虫系か。虫か。でもコオロギとかってなんかエビの味するっていうね。あのバッターとかも。で、うん、もう見た目がダメ。あ、まあまあまあ。なんかもう、うん、味じゃなくて、うん、ビジュアル系の問題で。うん、いや、逆に一番好きな食べ物は、あのね、食べ物としてご飯としてやったらお刺身やけど、うん、試合ってなったらステーキかも。ラスモン、いまだに答えが出なくて、ラスモンオールラウンドやから、うん、本当に何でも好きだし、うん、嫌いなものはなさすぎて、うん、どれが一番好きってのが危なくて、一番っていうのがない、うん、どれも食べてもどれも食べたいみたいな、うん、いいね、ラッスンにご飯作る奥さんは幸せやろや、うん、何でもうまいうまい食べる、8キロ食うよ、美味しそうに食べるし、8キロ食うよ8キロ作るの超大変や検証円なの、ほんだよ、寸胴つかない頑張って大変大変。でも普段みんなって食べる、変な味、俺は全然食べない、うん、俺も撮影以外で食べなくてあんまり、うん、もう撮影で満足しちゃうもん、ご飯満足だって、食いすぎやべえと思って今日なんかオールフリーだしスタイルフリースタイルフリーだし僕だしさ俺でも最近あのね、なんか
腰回り、うん、だいぶプニプニが出てきまして、先ほど見つけようがないずっと筋トレ暇さえあれば筋トレで、今ここバレ筋肉痛っていう痛ぇと思いながら腹側筋が体験の時はさ、すごいあのやっぱ太くて食べれないって言うから、うん、絞ったりもするし、減量したりもしたから、うん、俺終わってから5キロぐらい太ったもん。太る。だから動画見てくれてる人分かるけど、俺顔丸くなってるから。それは今日、昨日あって思った。あら、ぽっちゃりしたで、ね、セブさんあったっけどさ、急に髪型も変わって髪色も変わって、怖っと思いながら。俺、BMI あんの超基準したから。超基準。BMI はちょっと低めかもしれない、体重が特に多いわけじゃないんで、うん、低めかもしれないけど、健康診断行ったらほぼほぼ全部正常でした、うん、何やったかな、若干肝臓が高い、飲みすぎって言ったらやばいと思って、休肝日を作らんば。あれ、今年の健康診断全部オール A 判定だった。あ、すげえ。すげえ。見習おう。酒控えようかな、マジで。飲みすぎやもんね。うちも健康診断どこも引っかからんかった。本当？うん、健康。でも言うなればこの3人ともさ、ほぼ飲みでだもんね。うん、酒すげえ好きだし、ちょっと暇あれば飲みに行きたいし。そう。料理とか作るとき基本的に横にビールがあるので、パッションが作りながらもう。飲んで。タニヤの動画、プシュってシーンがないときなくない？ほぼ。ない。プッシュがなかったら動画、そして成立せんくない？そこが一番メイン。そうよ。料理完成後の、トゥー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 ときの、その、パッションと、トコ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 ってやつを見せたいがために、動画を作ってるので、完成しましたっつって。ディスられた。ディスってないから、やめて、俺とか燃えるからやめて。実際そうやない。料理作る人なら分かると思うけどさ、おつまみ作る人って、うん、おつまみを作る過程でどんだけ頑張ったかで、この時の一杯目が美味しく感じるっていう。その時にもう満足してるから、作った段階でもう満足だわって、うん、ご飯の味は多分感じるの 40% ぐらいないよ。作るまででも心が満足しちゃうから。お酒好きな人ってさ、これも調味料だよね。そう、うん、これでまた美味しく感じたいとか。どうよ、いいですと、まあこんな感じで一応食べ終わったんですけど、まあ2万円分ね、めちゃくちゃ多かった。いや、映ってないけど、うん、言うてもまだお菓子いっぱいあるから。そう。食べきれてないんですけど、まあとりあえず楽しく終わろうと思います。あとはもう谷崎の家に寄付して帰りたいと思います。大学生か。と、まあこんな感じでした。じゃあこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。お腹がいっぱいです。お腹いっぱい。